はい、どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。髪の毛渡されました。久しぶりに毛先に色入れました。紫入れたです。よく聞かれるんですけど、マニパニですかとか、何で染めてるんですか、美容院行ってますかって言われるんですけど、全部セルフカラーです。マニパニじゃなくって、この、ちょっと待って、エンセールズのカラーバタートリートメントっていうやつをね、私は使ってます。くもみふきちゃんとかね、紹介してるんで、それを見て参考にしてちょっと染めてみました。ということで、今日はですね、この前メイク動画初めて出したんだけど、そのコメント欄にリクエストで、文化祭で使えるヘアアレンジ紹介してくださいって言われたんで、ちょっと紹介してよっかなって思っています。まあね、今ね、ちょうど文化祭の時期だから使えるかなと思って、言うて日向流のだから、まあとりあえずご紹介していきたいと思います。2つぐらい、じゃあ紹介していきたいと思います。じゃあ1つ目の髪型に使うのは、全部100円ショップで揃えたんだけど、こちらのなんか髪の毛縛るモフモフのやつと、あとはこちらのよく売ってるシリコンゴム、シリコンゴムの普通の黒のやつとカラフルなやつを使います。あとはヘアアイロンと、あと櫛だけで十分です。はい、じゃあちょっとやっていきましょう。明日の夜、髪型好き嫌い分かれちゃうと思うんですけど、とりあえずやっていきたいと思います。まずは高い位置で2つ縛りをしていきたいと思います。横毛を取る人、横のサイドの毛を取る人、サイドの毛をもう今取っちゃってください。それでこの普通の黒いゴムで2つ縛りをしていきます。ちょっとひなたは結構高い位置でやってみます。はい、こんな感じで2つ縛りできました。そしたらこの何色でもいいんだけど、今回は水色とピンクを使いたいと思います。まあどっちでもいいんだけど、今日はこっちを水色にして、こっちをピンクにします。はい、こんな感じに水色とピンクになりました。それで次はこのカラフルなゴムを使っていきたいと思います。そしたら、まあ、いろんなピンクとか赤とかオレンジ、黄色、水色とか いろいろあるんだけど、この中で、まあ、好きな色を取って、この髪の毛を取って、この一部分を三つ編みにしていきます。で、普通の編み下げみたいに最後まで、ここの最後までやるんじゃなくって、ここの途中で止めちゃったりしても可愛いと思うんで、こんな感じに結んでいきます。それを4、5個ぐらいかな、やってって、ランダムにいろんなところをつまんで三つ編みしていきます。さっきと違って、こっちだったら最後の最後まで普通に三つ編みしちゃってもいいと思います。外の毛だけじゃなくて、内側の毛とかもつまんで三つ編みしていった方が良きかなと思います。これだったらね、いっぱいいろんな色が入ってるから、一人で全部買うんじゃなくて、お友達と分け合ったりするのもいいかもしれないですね。はい、こんな感じで片っぽ出来上がりました。そしたらアイロンで結んだところをプリンって渦巻きにしていきます。で、ちょっとアクセント欲しい時は外巻きに1個したりとか。で、そしたらこっちの巻いてない、普通の三つ編みしてない毛もくるくるに巻いていきます。はい、こんな感じです。で、そしたら巻いたところをほぐしていきます。はい、こっちはこれで完成です。で、こっちも同じ感じにやっていきます。はい、完成しました。こんな感じです。崩れちゃう人はケープを、この上からケープをしたりした方がいいかなって思うんですけど、あとそうだ、前髪もちょこっと。前髪巻くとこんな感じになります。顔がでかいのが目立つんだな。じゃあ、ひなたがやると全然似合わないんだけど、こういうヘアアレンジの仕方もあるよってご紹介だからね。はい、とりあえず1個目はこんな感じです。はい、ということで2つ目のヘアアレンジをしたいと思います。まあ王道なんですけれども、お団子、ここにね、ミニーちゃんみたいにお団子を2つ作るっていうのをやりたいと思います。さっきと同じ感じで、第1位に黒いゴムで2つ縛りをしていきます。はい、ってこんな感じで高さを合わせます。で、先に髪の毛をちょっと巻いちゃった方がいいかな。で、それでちょっと逆毛をこうやってバーってとりあえず立てちゃって、こうやってくるくるって巻いて、100円
円ショップで売ってるこちらのピンも使います。はい、片っぽはこんな感じです。で、ちょっと髪の量が少ない人とかはここでちょっと引っ張ってきてボリュームを出させるっていうのがいいかなって思います。反対側も。はい、こんな感じでできました。そしたらビフォーで買ったこのクリップを髪色に合わせてこんな感じにつけていきます。こんな感じで、そしたら最後にこのね、ちょっとピンが見えちゃったりするのが嫌だっていう子がいたら、これも100均でさっき買ってきたんだけど、プレゼント用とかのリボンセット、こちらのリボンを巻いていきます。適当な長さに切って、ちょっと短かった、リボン結びができないんだけど、こんな感じにリボン結びをこのリボンでしていくのもいいかと思います。はい、こんな感じです。ひなただからこの髪型が似合わないだけなんだけどさ、ちょっと待って。はい、という風な感じで文化祭で使えそうなヘアメイクをちょっとご紹介してみました。多分見てるみんなは可愛いから絶対似合うからやってみて。学園祭だけじゃなくてディズニーでこういう髪型してる子たちいっぱいいるから、さっきの二つ縛るのやつもこういうお団子も原宿系になっちゃうんだよね、意外とね。まあよかったら参考にしてみてください。こういうのがダメな学校だったらちょっとダメだけど、こういう結構派手めなのがいい学校だったらぜひ使ってみてください。見てくださってありがとうございました。それじゃあまたね、バイバイ。